最大で10連休となった今年のゴールデンウィーク、天候に恵まれなかった日もあり、主な観光施設の利用者は10日間で21万5千人余りと去年に比べて少なくなりましたが、それでも各地は大勢の人でにぎわいました。県観光コンベンション協会によりますと、主な観光施設の利用者は先月27日から昨日までの10日間で21万5418人で、去年より2万2273人少なくなりました。また1日平均は2万1542人で、こちらも去年に比べ4868人少なくなりました。今年は前半が3連休、平日を3日挟んで後半が4連休となり、前半は天候に恵まれず人出が鈍かったものの、後半はおおむね天気に恵まれ、5月4日と5日を中心に利用者数が伸びたということです。施設別では県立牧野植物園の入園者数が1日平均で1968人と過去3番目に多くなっていて、去年放送されたドラマランマンの好影響が続いていることがうかがえます。また外国客船や台湾チャーター便の利用者が立ち寄る高知城海徳館のほか、去年リニューアルした桂浜公園などの施設も好調だったということです。さらに来年にはドラマアンパンの放送が予定されていることもあり、上市の柳瀬隆記念館では去年を1548人上回る1万2512人が訪れたということです。